どうもこんにちは。即果塾の久保です。今回は最新のエヴァリング。これがですね、タダでもらえるというキャンペーンを紹介したいと思います。エヴァリングってご存知ですかね私も持ってないんでね、こうやってレシートでやりますけども、こうやって指にはめといて、決済をするときにスマホかざしでもカードでもなくて、これでピッと払うやつなんですよ。これをエヴァリングっていうらしいですけども、今ね、エヴァリングのブラックとかホワイトが19,800円。 で、シルバーが2万4、1450円だったかなそういう金額で販売されてるんですよ。でも、とりあえず決済には無料の QR コードとか、あとクレジットカードがあるから、これね、エヴァリングってのを、うん、まあ、売れないですよね。だから今回無料でね、これをプレゼントするキャンペーンってものを探してきたんで、紹介したいと思います。ちょっとメモを読まさせてもらいますね。えっ、ー、とね、それがですね、これですね、キャンペーン。 新規入会でエバリングを無料でプレゼントするキャンペーンってやつですよね。動画概要欄に貼っときますけども。えっ、ー、と、現在、UC プラチナカードではこれをやっているんですよ。ですんでね、他に特典として、初年度年会費無料とかね、えー、期間限定11%還元とかもあるんで、結構お得なんですよね。ですんで、エバリングっていうのをね、もし興味持たれてる方はこの機会に使ってみてはいかがでしょうか。多分、エバリングっていうのが、これね、 転売可能なんじゃないかな私がおすすめするわけではないですよ。でも、UC プラチナカードでしょ入会して、大会も自動的にできますよね。それ私がやなくても、思いつきますよね。うん。まあ、このね、エヴァリングですけども、こう書いてます。ビザ、ビザのタッチ決済機能対応のスマートリングが、あーそれだということなんですけどもね。 財布やスマホに触ることなく手をさっとかざすだけなんですよね。支払い1秒って感じです。まあ私が心配するのはこのエヴァリング対応の店舗が思いつかないんですよね。まあ私が持ってないんで支払う意識がずっとねないですからエヴァリングに関して、うん。まあでもね、あのー、UC プラスナカードを作ってエヴァリングもらえますんで、とりあえずキャンペーン見るだけでも見といたらいかがですかなんせ 1>, 1万9800円から2万1450円の品が手に入るわけですから無料でね悪くない話だと思いますそれではどうぞ